こんにちは。ゴーファミリークリニック鎌倉大船院長の青野です。本日は睡眠時無呼吸症候群についてお話しさせていただきます。では、睡眠時無呼吸症候群について解説させていただきます。まず皆さんは睡眠時無呼吸症候群って聞くとどのようなイメージが思い浮かぶでしょうか。いびき、眠気、さまざまな症状があると思います。その通りです。睡眠時無呼吸症候群の症状としてはいびきと眠気が主になっております。しかしながら睡眠時無呼吸症候群の怖いのはそこだけではありません。さまざまな病気を引き起こすことが知られており、脳卒中、心不全、高血圧、心筋梗塞、糖尿病、交通事故の発生などによるリスクとなると言われております。ではどのような人が睡眠時無呼吸症候群になりやすいか解説させていただきます。日本人は顎が短いため睡眠時無呼吸症候群を起こしやすい人種と言われております。また少し体重が重くなったり首の周りに肉がついたりすると自然と気道が狭くなるため睡眠時無呼吸症候群を起こしやすくなっております。当院での睡眠時無呼吸症候群の診察はまず問診を行い、睡眠時無呼吸症候群を疑ったら検査をお勧めしております。検査は自宅で行うことができ、このような機械を用いて行います。指に酸素を測るモニターをつけ、鼻に気流を測る検査器具を入れ、通常通り寝ていただきます。検査結果は分析会社で分析を行い、当院に直接結果が送られてくる流れとなっております。先ほどの簡易検査で異常があった場合はさらなる精密検査に進むことをお勧めしております。どちらの検査も自宅で行うことができます。精密検査の詳細としては、胸とお腹にセンサーを巻き、呼吸の運動を観察します。また、脳波の電極を貼り付けることにより、睡眠のステージを分析し、しっかりした無呼吸の数値の評価を行えることが可能になっております。では、検査を行った後の流れを説明させていただきます。先ほどの脳波をつける精密検査を行った後、しっかりとした値が出てくるため AHI という値で無呼吸の重症度を評価します。 AHI が20以上の患者様は CPAP という治療の導入の適用になります。しかし20以下でいびきがあったり眠気がある方も事実存在します。そのような方には歯科に照会することによりマウスピースの作成などを行い睡眠時無呼吸の予防を行っております。ではなぜ睡眠時無呼吸症候群で日中の眠気が起こるか解説させていただきます。睡眠時無呼吸症候群は気道が閉塞することにより夜間低酸素状態を起こしております。いわゆる窒息と類似した状態となっているため1時間に30回知らず知らずのうちに目が覚めているという状態が作られております。そのことにより日中眠気が起こっております。何か CPAP の治療というと外来に来るのが面倒くさいのではないかとか、何か面倒くさいことをやらされるのではないかと
お思いだと思います。患者様に行っていただいた CPAP のデータは全て当院のパソコンと連結しておりまして、データが閲覧できるようになっております。なので患者さんにしっかり CPAP の治療をやっていただくと、私も常に見ることができますので、お互い励まし合いながら治療を継続することができます。外来で CPAP の治療をしてて患者さんに言われて嬉しいことがよくあります。 CPAP 先生に勧めていただくことによって、頭痛がなくなった、眠気がなくなった、なんか今までの睡眠が嘘のようだと言っていただくことがあります。確かにこれはほんの一例かもしれませんが、睡眠というのは非常に大事なことですので、一度いびき眠気でお悩みの方は検査をしてみるのも一つの方法かと思います。本日お話しさせていただいた睡眠時無呼吸症候群は非常に生活と密着した重大な病気と私は考えております。睡眠時無呼吸症候群の疑うような症状がある方は一度病院で相談検査を行ってみてはいかがでしょうか。本日はどうもありがとうございました。